皆さんこんんんここにちはこんばんはば今日はですね緊急で面白いネタが入ってきたので、えー、動画をねアップしてます。リュウジのバズレシピ実は僕ねこのリュウジさんのバズレシピってねものすごく大好きでね YouTube の登録もしてるしほぼね新しいやつは結構見てるぞっていう感じなんですね。この、えー、リュウジさん 料理研究家ということなんだけど、えー、なんとですね万人もチャンネル登録者数がいるんですねそして「バズレシピ」っていうくらいなんでね料理研究家なのに味の素とかね、えー、ハイミーを絶賛使っていてねこれが、えー、まあ邪道だとかって言われてる人なんですよ。 でも454万人もファンがいるということなんだよねこれすごいことだなと思ってるんです でこの龍二、えー、さんがまたバズったというかね大炎上を起こしているということについて、えー、僕なりにねどう思うのかということについて解説をしたいと思います。まずね何が起きたのかというとね、えー、スポニチだね <laughs> スポニチにこんな記事が載りました。2023年12年18月日の記事です 人気料理研究家リュウジ氏37歳が18日までに自身の X 旧ツイッターを更新味の素などのうまみ調味料の使用に反対する声に持論を展開したこれまでも味の素を使用するたびに一部ユーザーから非難され,非難され反論してきたリュウジ氏今回リュウジ氏が紹介したレシピに対し 和風だしの素の本だしも体に悪いから使わないでほしいとするポストを引用しマジで何が体に悪いいのかちゃんんとと説明してしてほだよなと綴った。続けて投稿した「味の素体に悪い」とか言ってる人全員もれなく「反枠なのだろう」という内容には「反枠を差別的に使うのはどうか」と思う。 といった批判の声が上がったが隆二氏は「あのね別にいいのよ個人的に使わない」とか「個人的に反対」とかはただわざわざそれを良いと思って使ってる人にいちいち噛みついたりもっともらしく風潮するなというんですと説明ということなんだよね。ここのこの部分がめちゃめちゃ炎上してるの。 これについてね、えー、YouTube でもかなりね、僕がね、えー、まあ大好きな YouTuber、えー、オミソンっていうのとね、ヘライザ、ー、そして好きではないけど、ホリエモンが速攻でこれについてね、語ってたね。 他のね、聞いたこともないユーチューバーの人もこれについて話をしてたので僕もこれに対してね、便乗して語りたいと思います。一番重要なのはここなんだよね。リュウジ氏が X の中で言っているこの部分に皆さんも噛みついて炎上してるってことなんだよね。味の素体に悪いとか言ってる人、全員漏れなく、 ななのんでだろうちゅうとこなんだよね。ここが一番みんな反まあ反応してんだよね。ここですよここ。全員漏れななくんでだろうって言っちゃったの。これねはっきり言って味の素と反枠はこれ関係ありません。 関係ないしロジック的にはちょっと破綻した話なんだよね。だから多分これはえー、その龍二さんがねこういうふうに思ってるっていう本音の部分がポロッと出ちゃったというとこなんだよね。でもロジックにでとしては要するにこれ、えー、と味の素と反惑っていうのがさこれが、えー、要するに結びつくっていうことのエビデンスはないわけだよ。 だからそこに対してみんな堅堅が学が学論争として文句を言ってるわけなのさ。例えば一番過激な話としてはねこんな、えー、X に対して龍二さんのところにね噛みついた人がいます。えー、まあ、えっ、ー、と名前はねちょっと伏せておきますが、まあ、C さん女性のコメントですね。龍二さんは新ワクチンなんですか。 えー、その言葉を借りると「味の素は安全」とか言ってる人全員新型コロナのね、えー、枠が2,000人以上が死亡3万人以上が枠の後遺症に苦しんでいるのに茶化すの良くないですよっていうことをね噛みついたんだよね。 いや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 これはねこの噛みつく人も噛みつく人でねまあまずね僕の結論からまず言っときます。味の素と味の素が良くないって言ってる人は全員半枠なのだって言ってるのはこれはね行き過ぎだと思いますね。ままあその傾向はあると思います でもそこは決めつけてはいけないしまた逆に言うと、えー、味の素が問題なのかっていうことと半枠っていう枠が問題なのかっていうことをこれを一緒にする土俵に上げることもこれは間違ってるんだよね。 じゃあ丸さんはどう思うのっていうことなんですが丸さん自身は現在っていうかねもう10年以上前からですけど人工調味料を使うのは良くないよと思ってるので僕自身が料理するときは味の素もももハイミーも本出しも使いません、えー、それはね僕の個人的な、まあ、趣味というかね、えー、自分の健康管理に関する僕の考え方としてそれは使わないということだよねでもね。 正直言います、えー。外食産業に行ったらね、外食の実際の実情、裏の実情を考えたら、ほとんどのところでは人工調味料を使っている、えー、お店の方が圧倒的に多いと思うんだよね。例えば、えーまあ、定食でね、1000円以下、えーまあ、1000円前後くらいで食べられる中華料理屋さんなんかはね、 まあ90%以上僕は使ってると思いますねしかもリュさん自身が言ってましたがリュさんが勤めていた有名な、えー、人気のイタリアンレストランでも味の素は使っていたということをはっきり言ってますねいろんなところで言ってます、えー、イタリアンレストランなのに味の素を使ってるのかということを、えー、事実を知ってリュさんは愕然としたっていうことを元々は言ってるんだよということはね 外食産業でさ皆さん食べてるところ例えばファミレスなんかもそういうことはありえると思いますけど人工調味料はねバン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 使ってるんだよねどこも。だから、えー、人工調味料は僕は体によくないと思ってますがそこまで本当にこだわるんだったら外食食産業は食べない方がいいいい方方ががっって言った方がいいんだよね。それからほとんどのラーメン屋さんは使ってるはずです。だからね、ま、ずね、まず 僕は人工調味料はあんまり体に対しては良くない傾向を及ぼすと思ってるので、僕自身は自分で料理使う自分で料理をする時には使わないし、極力ね。そういう外食産業でも使わないだろうなと思われるような料理店でご飯を食べてます。でもえー、まあ、食べざるを得ない時だってあるわけだよね。だから、そこに関してはまあ、毒だとまでは言わないんだよ。 でも枠に関してはねこれはぶっちゃけ言って毒だと思いますねだからうんこれね因果関係はよく分かんないんだけどこの人工調味料がよくないのっていうのと枠がよくないのっていうのは一緒の土俵に上げちゃったらこれちょっと問題があるんだよね。だからここに関しては一回別々に考えるべきだと思います。じゃあ えー、人工調味料味の素をね、えー、中心に、えー、人工調味料を使っているところをねそういう料理を作るのは良くないのかっていうとこれはね人,人それぞれのね考え方なのでこれはね使うことをやめなさいとまではね言えるレベルのものではないと思いますね健康被害ととというよううよなことで言うとね。 僕は使いませんけどね。僕は使わないし、僕が大切にしている仲間たちは、まあほとんどの仲間は使わない派ですね。えー、まあそれは良くないだろうなと思ってるから、まあ僕らは使ってないんだよ。でも外食産業は、えー、目くじらを立てずに、それはしょうがないから食べる、えー、食べざ食べ食べなくてはいけないなっていう時はあるから、それは、えー、食べないっていうところまではしてないんだよね。じゃあ 枠はどうなのかっていうと僕ははっきり言って毒だと思っていますで、えー、僕のこのチャンネルを見てねえそうなんですかって思う人たちもねいると思いますが僕はねこれに関しては毒だっっってていうふうふにはっきり思ってるんですねなぜ毒だと言えるのかということに関しては僕なりの理屈があります。でもこれはね、えー、やはりねねやり youtube ではね語りきれないんだよねなのでその辺に関しては僕の有料の動画を見ていただくとかもしくは「なぜそうなんですか?」っていうことに関しては僕の講演会などにね、えー、来ていただければと思います。えー、ということでまず今回炎上している龍二、えー、さんのことに関しては僕はここで僕なりの、えー、考えを述べました。でもね 僕の個人的なリュウジさんに対する感想を述べます僕ねリュウジさん好きです <laughs> 面白いなぁと思うよねベロベロに酔っ払ってるところとかねそれから料理に関するもうセンスは非常に素晴らしいなと思っていますだから僕はリュウジさんのレシピを見てあこれ面白いなと思うのはメモして実際に僕はその料理を再現して僕も食べています まあ味の素ハイミーを何フリーとかっていうのは、ね、そこは僕は使いませんけどねそれででもも十分美味しいものができますなので僕はリュウジさんのことを応援してますし、えー、今回はちょっと滑っちゃったかなと思いますがでもこれでもね逆に逆炎上してまたリュウジさんはすごく人気になるんだろうなと思っています。 えー、一つねリュウジさんについて僕から、えーまあ、心配っていうほどではないけどね、えー、心配してもしょうがないことなんだけどまあおそらく枠は打ってんのかなどうなのかなっていうのは、えー、ちょっと気がかりな分でありますけれどもねもし、えー、打っているんであればデトックスをねした方がいいですよということを、えー、まあ おす,すめしておおきますお酒を酔っ払ってね、えー、飲みすぎで本当に、えー、健康を害すっていうこともね重々、えー、わかっていて飲んでいると思いますちなみに僕も、えー、元アル中現在はお酒をやめてますけどもそんなことでね、えー、僕の、えー、リュウジさんに対するラブコールでしたじゃあ、えー、面白いと思った人はチャンネル登録をよろしくお願いいたしますじゃあ またねーバイバイ